おはようございます。2023年5月10日か。ジョギング直後です。今月ね、5段になりました。で、ちょっと最初ね、ヘッドホンのつなげるのができなくて、無線イヤホンで別で接続ができなくてね。なんか、ちょっとあれなんです。作業に15分ぐらいかかって、それでね、前5キロぐらい走りたかった、5、6キロ走りたかったんですが、今日4キロです。30分43秒、4.0キロ、279キロカロリーです。心拍数、ランニングの心拍ゾーンはね、抑えめに走って、JF 永井幸乃さんのジャスト・アリトラビンを切って走りました。心拍ゾーンはね、17分2秒が3位3、3位4が5分13秒、範囲2が4分25秒、範囲1が2.40秒で、きつい坂の時に範囲5になって、範囲5は2分13秒ね。24分ほどね、31分のうちね、24分ほどが、30分1秒のうち24分ほどがね、4分の3ほどがね、あれか、範囲3かそれ以下っていう、あれですね。ランニング後のね、ローね、生データ撮影です。自撮りはね。今月5段にしたんで、ね、他データはね、重心差高度32メートル、平均衝突率147ワット、平均ベース7分50秒、平均ベースはね、坂があるので、ランニング5回で2時間50分39秒、1386キロカロリー。距離はちょうど20キロに達し20.53キロでした。では、ありがとうございました。明日、今週定期的な遠出あるので、なんかね、今週末ね、ちょっとね、歩けませんね、なんかね。